皆さん、おはようございます。竹下です。竹下です。竹下です。ということで、最近ですね、発売されました。こちら、どうぞ。おぉ。ない。オキュラス。オキュラスクエスト2ですね。各私、オキュラスクエストの愛用者でして、前のオキュラスクエストの1の方ですね。は、黒だったんですけど、はい、それでいろいろとアプリとかを僕はこう、探求する日々を送っておりました。ということでですね、今回は、オキュラスクエスト、僕、中級者だと思ってます。オキュラスクエスト中級者の僕がおすすめするダイエットに超絶効果的なソフトの紹介をさせてください。おー、すごい。いや、もう知ってるよって方もいらっしゃると思います。思いますけども、この動画はオキュラスクエスト、オキュラスとかこう VR を初めてやるぞっていう方に向けての動画でございますので、ご了承ください。はい。それではまずですね、このオキュラスクエストのこの2と1の違いを体感できるかどうかみたいな話。はいはい。言うと多分これ1は安くなってると思うんですけど、まずその話がさせてもらいますと、冒頭からこけさすような感じで申し訳ないんですけども、1と2ダイエット目的でやるんだったらばほとんど変わらないです。なるほど。なので、もしこれからこの動画見てオキュラスとかあとこういうの持ってないよって方はですね、正直1ダイエット目的でガンガン使いたいは別に1でいいと思います。うん、うん、で、当然解像度が上がったりとか、フレームレートがちょっと向上してたりとか、あとその今回のこのコントローラーですねがブルブルってなんか強く震えたりとかですね、まあ、いろいろそのゲーム化体験とか VR 体験の向上はあるんですけども、あとちょっとちっちゃくなってたりとかね、うんうん、で、僕はこの、オキュラスクエストの2にはオプションのバンドをつけてます。ちょっと改造してます、これは。はい、で、これを、まあ、言うとあのつけやすくなったりとかフィットさせやすくなるんですけど、これつけると1と2どっちが重いねんって言われた時に1の方がちょっと軽いかなぐらいにはちょっとなってしまうんで、まあ、意外とね、やっぱりオキュラスクエストの1、黒い方ですね、概要欄に一応貼っときますけども、はい、そっちはもう紙機です。いまだに紙機ですね、はい、っていう感じでございます。はい、前置きでございましたが。ということで、まず早速ですね、サムネットタイトルにある通り、まあ実はこの子たち、オキュラス、体験させられてるんですけども、うん、ボクシングゲームで一番痩せそうなやつ、うん、てか一番ハードなやつ。と、うん、いうことで、こちら、チョイスしてまいりました。まあ大定番、ド定番と言っても過言ではない、うんはい、スリル・オブ・ザ・ファイト。というボクシングの、ソフトでございます。こちらはですね、もうやった後、最初はもう、絶対に、筋肉痛間違いなし。筋肉痛間違いなしの、ハードなものになっておりますが、これはですね、もうめちゃくちゃおすすめできますので、皆さんぜひやってください。で、フィットパックっていうのがあって、こちら買っとくと、これもオプションなんですけども、まあ何人かで使えと、ほら嫌じゃないですか、汗かくのがね、何人かで使い分けができる、いうと、この、これがね、ああ顔に当たるところですね。そう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 、できるっていうやつできますのでね、これを買うのもおすすめですよ。じゃあこれは女の子でどうぞ。すごい、すごい。ああ、じゃあサクさんやってみます。すごい装着。これはもう、いや、ご存知でしょ、イルカ。ああ、これ洗脳されるやつ。イルカみたい。ということで、これがダミーヘッドですね。後ろを向いてください。顎とかを急所を殴ってみてください。はい、ピーってなりました。あ、なんかそう、このこれが赤くなるまで殴る勢いでそうと、あとお腹にもありますよね。はい、こういうことです。で、あと脇腹にもありますよね。そういうことです。これを狙ってやる、やって相手を倒せってやつ、ゲームですね。で、下にスタートマッチっていうのがあるので押してください。はい、で、そうそう進んで、あ、これコンティニュー。そうですね、そこでマウスピースを取って、で、始まりました。さあ、ワン、ワン、あ、そっか、左しか見えない。ブンっていうサクさんの音を聞く。ただ、さっきの急所を狙うんです、はい、相手のガードをかいくぐって、今ガードが上に上がってるんで脇腹狙うチャンスですね。なるほど。お、ダボ。そう、今はこめかみとかも狙いましたね。相手のガードしてるところを見て、空いてるところにパンチを打ち込む。そうです。なるほど。で、相手のガードとか相手のパンチを誘ってやるんですね。カウンターを振りいく。めっちゃ、だいぶ硬いですよ。なんか、どこ行った、どこ行った、消えた、相手が消えた。後ろ後ろ後ろ。あの相手今一瞬倒したんですかね。あ、そうだ。よし、一旦レフリーチェック入って、
今あのオレンジ色に光ったの相手の急所に当たりましたよってこれですね。なるほど。今も当たりましたね。ナイスナイスナイス。そう。かっこいい。ちょっとさっきかっこいいよ。ビアグリ似合ってるよ。今一瞬倒されたんだ。終わりですかね。あ今判定マシですねこれ、うん。多分勝者の手が上がります。うん、はい、さくさん、それです。手を振って、だいぶ気をつけます。はい、そういうことでございます。はい、これでね、なかなか面白くて、運動になるっていう、はい、ゲームでございます。ぜひ皆さんやってみてください。概要欄から貼っときますので、飛べると思いますのでね。やった感想お願いします。いや、もう心臓がドクドク言っても結構やってますよね。めっちゃしんどいです。って感じでございます。はい。それでは、さようなら。次回も続きます。本当によく熟睡できる方法はないのかと思って調べたんですよ。そしたらね、寝る2分ぐらい前にストレッチをするとすごく熟睡できるらしいです。ということで、くるみチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。